皆様、新年明けましておめでとうございます。2024年もたくさんのことを学んで一緒に成長していきましょう。今年もよろしくお願い申し上げます。新年一番最初の企画は第1回ソリエキーズビートチャレンジです。なんと22名の方がこの企画に参加していただいております。この企画は4つの動画に分けて皆様に配信したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってください。それでは50音順に参加者様を発表したいと思います。 A ブロック、1朝倉さん、2アローさん、3飯原慎二さん、4カロレトロさん、5クロマさん。 B ブロック、6グラスフィールドさん、7ゲインボーイズさん、8ケイティさん、9ザ・ファブルさん、10スズロさん、11パクヤックスさん。 C ブロック、 DJ モトラさん、14 D バイ D さん、15ナオフミさん、16ニトロさん、17ノリショミュージックさん。 D ブロック、18 B アズフリーさん、19丸山陽介さん、20三影矢沢さん、21メンドッチさん、22もちおさんの以上22名の方にビートをシェアしていただきます。それでは早速始めます。それではまず一人目の方のご紹介をいたします。福岡県久留米市出身の朝倉さんです。曲名はビッグビートフリップ75。それでは早速聴いてみましょう。 Let's go! が広く散りばめられていて、すごいビートですね。それぞれの音が漏れず丁寧にミキシングされているのがわかります。特にキックの鳴りがとってもユニークでいい感じです。朝倉さん、ありがとうございました。続いて2人目の方のご紹介をいたします。東京出身のアローさんです。曲名はアロビート1230。それでは早速聴いてみましょう。 Let's go!
アクションムービーで誰かを追いかけているようなシーンが思い浮かびました。うねるような音の渦の中に吸い込まれるような感覚で、とってもたくさんのテクニックが盛り込まれているのがわかります。曲の構成作りがうまく最後まで飽きさせないビートですね。パローさん、ありがとうございました。続いて3人目の方のご紹介をいたします。大阪府出身の飯原慎二さんです。曲名は霹靂。それでは早速聴いてみましょう。 Let's go! とっても実験的な音楽で、予測不可能な音がコミュニケーションして曲を構成しています。宇宙の音楽を聴いているような感覚に陥りました。私もいつかこういった音作りに挑戦してみたいです。飯原慎二さん、ありがとうございました。続いて4人目の方のご紹介をいたします。オークランド、ニュージーランド出身のカーランド・レトロさんです。曲名はソリエ・キーズ・チャレンジ December 2023。 それでは早速聴いてみましょう。 Let's go!バースの入る前のドラムフィルがかっこいいですね。サンプルのチョイスがいいなと思いました。ラップが乗せやすそうなビートでヒップアップを感じました。 Hi Retro-san, thank you so much for sharing your beat.
続いて5人目の方のご紹介をいたします。愛知県出身の黒間さんです。曲名は001-1702-1。 それでは早速聴いてみましょう。 Let's go!初心者の方と思えないようなビートのなりですね。キックの抑揚をつけたパターンがいい感じのグルーヴを生み出し、後ろでわずかになっているオフビートのハイハットがとってもかっこいいですね。黒間さん、ありがとうございました。皆さん、どうでしたか？ぜひ感想をコメント欄にてお教えください。概要欄に今日のご紹介した方のリンク先を貼っておきますので、気になられた方はチェックされてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。